このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。この時間はザスパ草津群馬対チリ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。ザスパ草津群馬対チリ。さあ北澤さん、本日の試合どの選手が一番気になりますか。ビダルですね。フィジカルとスタミナが素晴らしいですよね。持ち前の熱いプレースタイルでメンタリティという部分でもチームに与える影響力は大きいと思いますね。なるほど、そういった部分も今日の見どころですね。ジーコ、ロナウド、さあムバッペ、激しいボールの奪い合いです。シュート、いやー、いやー、ファインセーブでしたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく取れましたね。ここで見せてくれました、グラブ。おっと、ここでイエローが出ました。おそらくこれは一つ前で起こった接触のやつじゃないでしょうかね。ホーム側としては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。頭だ、これはわずかに右でした。クリスティアノ・ロナウドへ。クリスティアノ・ロナウドからムバッペ、スペースを狙った、キーパー前へ蹴り出します。これが来た、シュート、いや、北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、よく取りましたね。ファインプレーですよね。ザスパ草津群馬、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。カウンターを仕掛けていきます。ボールが迫る、シュート、いやこれはもう相手チームはどこをケアしているのかわからないような鮮やかなカウンターですね。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングが良かったですよね。先制ゴールが決まりました。1対0。もう1点取ることによって試合の進め方、こうメンタリティの部分大きく違いますからね。ジーコからクリスティアーノ・ロナウド、このクリアボール拾いか、さあムバッペ、まあクリアが精一杯ですよね。さあメッシ、柔らかいボール、シュート、止めた、シュート、うわ、素早いシュートモーションでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。ファンダイクからクリスティアーノ・ロナウド、スルーパスを出す、抜けた、うまくボールに行きました。縦に大きく放り込む、バルガース、
レフリーファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。45分間戦って1対0。さあ北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。ホーム側としてはしっかり守ってからの速い攻撃というのがうまく決まりましたよね。ザスパ草津群馬対チリ、ザスパ草津群馬1対0でリード。後半に向かいます。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。群馬1-0リードです。クリスティアーノ・ロナウドから緩いフィードボール、シュート、決まった、追加点。リードを2点に広げます。今のゴールなんですが、中盤に奪ったという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。さあ群馬、さらに1点を追加し2対0としています。ホーム側としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。2点リードは精神的に大きいですからね。ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね。メッシから縦、ビデルからアーチのようなパス、タックルを収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。ロングフィードで狙う。いやー、今の北澤さん、ファインセーブでしたね。いやー、そうですね、落ち着いて処理しましたよね。いい判断ですね。ザスパクサツ群馬がシュート、デイビス大きく縦へ、このパスを防ぎます。仕掛けるか、この柔らかいパス、ここも堅い守りでボールを奪います。群馬チリはここで選手を変えます。バルガース、ふわっとしたボール、プレッシャー、アランギス、アランギスからターテのボール、ゆるく狙ったボール、これはオフサイドです。両チームともメンバー交代があるようです。キーパーからのロングフィード、マリパン、ベッカムからこのフィードパス、これをカットします。縦へのボール、クリスティアーノ・ロナウド、今日ワンアシストです。長いボールを送ります。裏へ届くか、絶対にシュート、さらに突き放します。これで3-0。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。さあ群馬、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。北澤さん、
本日のゲームいかがでしたか。ホーム側としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの